マドレーヌ・マロンガは、フランスのバルドワーズ県出身の柔道家。階級は 78kg 級。今後系。2009年のヨーロッパ家で選手権 70kg 級で3位となった。2010年からは階級を 78kg 級に上げるが、世界ジュニアは5位だった。2011年からヨーロッパジュニアでは2年連続3位になった。2013年のユニバーシアードでは、 ハンガリーのヨーアビゲールに敗れて2位だった。世界ジュニアでは準々決勝で日本の吉村聖織に有効で敗れて3位だった。団体戦では決勝で日本チームと対戦して2から2と迎えた対象戦において稲森並みに豪快な裏投げで一本負けを喫してチームも2位に終わった。2014年のグランドスラムパリでは決勝まで進むも、 スロベニアのアナマリ・ベレンシェクに払い巻き込みで敗れて2位にとどまった。グランドスラムバクユでは優勝した。2015年のグランドスラムパリでは3位だった。2016年のリオデジャネイロオリンピックには2011年、世界チャンピオンのオドレー、チュメオがいたために出場できなかった。2018年にはグランドスラムパリで3位になると、ヨーロッパ選手権では、 決勝で寿命に反則勝ちして優勝したが、世界選手権では7位に終わった。2019年のグランドスラムパリでは優勝するも、ヨーロッパ競技大会では3位だった。東京で開催された、世界選手権では準決勝で、元世界チャンピオンであるブラジルのマイラ・アギアル、決勝で、世界チャンピオンの浜田・直里をとそれぞれ破って、優勝を飾った。世界団体では、 決勝の日本戦で浜田に敗れて2位だった。2020年のヨーロッパ選手権では優勝した。2021年のワールドマスターズでは決勝で浜田を破って優勝した。世界選手権では決勝でドイツのアンナ・マリア・バーグナーに内股の技ありで敗れて2位にとどまった。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでも決勝で 浜田に開始早々に寝技に引き込まれ、北条司法方で敗れて2位にとどまった。アイフ世界ランキングは6259ポイント、獲得で1位。2013年4月12日に、マロンガは、異性関係のもつれから 78kg 超級の選手であるアンファトゥマタンベロと対立することになった 63kg 級のクラリス・アグベニューに、 ロンドンオリンピック銅メダリストである 52kg 級のプリシラネと 63kg 級のランセイサン・サンムは 70kg 級のファニー・エステル・ポスビトと共に突き従ってインセプナイのベロの寝室に入り込んだ。激しい口論の末にアグベニューがベロを何度も殴りつけたがマロンガは暴力には直接関わらなかったという。しかし5月16日に フランス柔道連盟の規律委員会は、暴行の主犯である、アッグベニューに執行猶予付きの1年間にわたる大会の出場停止、付き従ったマロンが他4名に執行猶予付きの3ヶ月にわたる大会の出場停止処分を課した。しかしながら、フランス柔道連盟がアッグベニューらに示した寛大な処置に、納得のいかないムベロ側は、この一件をパリの裁判所へ訴えるに至った。 2014年7月にパリの裁判所はアークベニューに対してベロへ2780ユーロの支払いと70時間の社会奉仕活動を言い渡した。マロンが他4名は無罪となった。ありがとうございます。